どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。今回がですね、メインクエストやっていきたいなと思うんですが。そうだね。今回するのは、奪われた涙。最後の一つですね。こちらやっていきたいと思います。なんだけど、あそこに見えるやつを取るだけなんで、さっと上からさらいに行きますか。誰か倒さないといけないとかないんだよね。これで OK と。で、まあ過去にここはすでにクリアしてたんで、これで終わりだね。で、次が、こっちか。暁ワイナリーに行くらしいんで、飛びましょう。さあ、ワイナリーに着いたね。これでいいだろう。じゃあ、話していこう。おー、トワリン保護協会、最終決。さあ、集めた結晶を出して。あ、結晶の色が。ますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次はこの前みたいに涙を天空のライヤーに落とそう。さあ、3つまとめて完了だね。やった。前とは全く違う感じがする。風元素活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人だけでなく、それは竜にも失礼でしょ。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは。演奏ね、飛びながらさすがに。だから崖かな。星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜だよ。あー、最初のところ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ団長。あ、すまない、つい。さあ、さらに移動と。でもね、多分マップ攻略はもうすでにしてるから、こっちか。そしたらこう飛んでいった方、いや遠いかな。ここから行こうか。よし、揃ったな。ここ景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ
そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融野郎。そいつに騙されるな。哀れな理由よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でもその名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか、こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。奴をこのまま取り逃がすわけには。その通り。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ偵察騎士を召集して追跡を。その必要はない。え、少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があればこと足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。ふとにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも、モンドではやってはならないことがあるとな。勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。さあ、第2幕完了で最後兄が出てたね。マジか。そういうつながり方になるのか。んで、多分今手に入ったやつは、命の星座だね。んじゃ、使おうか。ほう。
そしたら次は、あ、またワイナリーか。じゃあワイナリーまで飛んじゃいましょう。さあ、またワイナリーに来たね。まあ第3幕スタートなんだけど、どうなるのかな。まあ兄もね、いたような感じだったからね。アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい。さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ。どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七七星というべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン、とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。さすが自由の都の神。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは。いいんだか悪いんだか、七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はワイナリーのすぐ近くにあった。そいつを取り逃してはいけない。さあ探し出そう。義勇と自由の歌、これがね、多分冒険者ランク関係あるんだよね。 200m 先、いやー、だいぶ展開がね、変わってきたね。トワリーもどうなるかっていうとこだけど、兄との再会もあるのかな、もしかしたら。あれはめんどくさそうだな。よし。お、これはアビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。君は風流、知らないけど、なんか聞いたことある、うん、モンドのみんなはきっと知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす陰律を僕は読み取ることができる。その陰律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか。僕は異論ないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任を背負う。もしトワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら、私が
先陣を切る騎士となろう。大丈夫、まだその段階までは行ってないよ。うん、ウェンティ殿、それはつまり天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？腕が立つから、涙の結晶浄化したから、まあ、浄化だろうね。そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、金融野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。みんなの力が必要だ。面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こう。よし、英雄の紙片もいよいよ決戦のショーだ。さあ、犠牲卑怯解放と、ああこれで解放されるんだ、卑怯ね。ああそうなのね。結構ねマップで行けないところが多くて、まあここあたりから、そうだね、発見待ちとか、うん、増えたね。この辺りがね、ランク以外の条件があったんで、だいぶ良くなったかな。よし。お、行き止まりまで来たね。さあイベントかな。暴風の障壁だ。ああもしこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん、何あれ。敵中だ、全員。やっぱ来るよね。演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流配下の代わりにヒルチャールの巣などなかったはずだ。まあ楽勝だね。ほう、ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速、今回の観客は風だけだし、弦を弾くスピードを早めてもいいよね。わっ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな、銀融野郎。たまにね。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。まあ風流っていうぐらいだから風のギミック多そうだけどね。さあ冒険者ランク22ということで、そうだね、今回ここまでにしたいなと思います。まあ次回はこの続きで
トワリンのところまで行けるかなということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあまたね。